どうも、まっちゃんねの、まちです。こんにちは。はい、てなわけで、本日の企画、東京ガールズコレクションとダイソーのメイク道具、本気でレビューしてみた。はい、てなわけでですね、東京ガールズコレクションとダイソーのメイク道具が、まさかコラボをしておりまして、買ってまいりました。てれーん。で、まあ普通にね、レビューするだけ、ちょっとつまんないかなと思ったので、本日はですね、ハロメイクも一緒にやっていっちゃったらいいんじゃないかなって思っております。はい、じゃあそれではね、早速やっていこうと思います。それではあれっつらゴティーチャンネル。まあとりあえずね、まあまあいつものね、うちら二つでね、あの顔を作っていきたいと思います。オッケー、ここまで終了。いやマジでここまではね、あっさりいくよね。オッケーオッケー。こちら200円で、これだけ200円だと。アイブロウペンシル04A を使っていきたいと思います。ピンクブラウン、あのダイソーさんさ、お願いがあるの。テスター作ってほしい。いや分かるよ、管理できなくなるのも分かるし、うん、あると思うんだけど、ガチテスター作ってほしい。分かんない。色はこんな感じですね。すごない、なんかブラシちゃんとついてる、すごない。じゃあ一旦ちょっと使っていこうと思います。え、私いいかも。しかも三角だからめちゃめちゃ使いやすい。え、結構ちゃんとしっかりついてるかも。おで、これを、あ、いいね、いいよ。いい仕事するね、君。くしゃみ出る。ペロ噛んで痛い。どう？ねむさん、なんかやっぱ濃くない？ベタ塗り感すごない？ぼかすとぼかすでさ、すごいさ、なんだろう、ここのブラシの部分がさ、拾ってくれないっていうかさ、粉砕させてくれてないからさ、伸びちゃうんだけど、私だけ？はい、いい感じになりました。こちらですね。アイブロウパウダー 01A です、ね。使っていきたいと思います。レッドブラウン、ちょ今回は使っていきます。こっちが普段使ってる方。普段使ってない方、今回新しい方ですね。結構オレンジっぽい感じだね。こっちの茶色だとさ、結構鼻の字にする気がする。なんかいつも鼻筋に描くんだけど、鼻筋とちゃんと色合いが合いそうな予感がする。使ってみよう。でもいつもの色より全然鼻の字にするわ。いつもなんか焦げ茶と白っぽいのを混ぜて作ってたけど、あの欲しい色だったって感じ。こんな感じ。もういいんじゃない？うん。別に私もめちゃめちゃいいと思う。ちょっとわかりづらいけど、こんな感じです。色合い的には。一番濃い色がこっちで、一番薄い色がこっち。こんな感じになってました。こちらですね。ハイライトパウダー。01A。パールベージュ使っていきたいと思います。あ、いい！え、待って。めっちゃいいかも。見て。鼻テカってない？やば。ほら、え、待って、わかる？わかってくれてる？立体感マジエグない。いいんだけど、超いいんだけど、これ使った方がいいよ。でもなんかさ、こすっただけですぐ粉感がすごいここで出るから、使った後なんかちょっとパッパってやるなり、ちょっとなんか、ちゃんと掃除した方がいいかも。あの、粉がポロポロって降ってくるから。そこだけ欠点、それ以外は別にマジでいいと思う。今回これですね、ブルーミングアイカラーパレット 02A を使っていきたいと思います。今年流行ってるのがオレンジ系のアイシャドウが結構流行ってて、皆さんご存知の通り私目にオレンジが合いません。だからちょっとそこをカバーしながらちょっと今回はやっていきたいと思います。まず一旦この色を使っていこうと思います。本当にいつももう YouTube さ、これはクレーム問題になっちゃうかもしれんけど、本当に申し訳ないと思うんですけど、ここのさ、ヘイヘイっていうのはわかんないけどさ、ヘイが高すぎてさ、指使いよね。もしかしたらダイソーさんのそのメイク道具作ってるお姉さんたちが、もしかしたらね、チップ派のタイプの方かもしれないけど、指派の多分、少数派で指派もいるわけかじゃないですか。ちょっとね、できればちょっとヘイ下げてほしいかなって、はい。もしね、見てたらでいいので、うん、お願いしたいなって思ってます。すいませんね。すいません。文句とかじゃないし、クレームとかじゃないんですけど、ちょっとヘイ下げたいなって、はい、すいませんが、気が向いたらお願いします。
光の真ん中をちょっと目のここら辺まで塗っていきたいと思います。なんかついてたんだけど指に。ありがとう、茶色ついてくれてありがとう。オレンジ系統をちょっとここら辺に、ここに塗っていきたいと思います。この今真ん中か、真ん中いかないぐらいまでオレンジ塗ったので、ここまで塗っていきます。端っこ、ここのこんな茶色で二重一旦作っていきます。ちょっとバランス見ます。この色ですねを、ちょっとここ境目がなさすぎて彫りがめっちゃ狭くな見えるので、ここにいつも通り描いていきたいと思います。詳しくはハーフってよく言われますっていう動画を見ていただけたらわかると思います。 OK、 このやつでさっきの縁作っていきます。 OK、 この真ん中、さっき使ったこの真ん中の色でちょっと涙袋作っていきたいと思います。で、その時に多分隣の赤いのをちょっとこの端っこら辺につけていった方が春っぽいかなと思うので、端っこにつけながらやっていきます。こんな感じ。まだね、目ん玉ないんですいませんね。こちらリキッドアイシャドウ、ゴールドブラウンとショコラブラウン使っていきたいと思います。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。ちょっと明るい茶色の方を端っこに塗る。ピトッとするからつきやすいはつきやすいし、崩れなさそう。結構明るめのオレンジだからさ、オレンジとかされるから結構目も明るく見える。いい感じじゃない？涙袋にちょっとつけます。ラメ感欲しいんで。ねえ、なんで取れてないの？なんかメイクアップがするときいつも取れてないんだけど、なんでかな、なんでかな。気づいたのさ、終わったときなんだけど、もうバイシャーって思ったと思って動画で、あれ終わってるんだけどみたいな。で、メイクも終わっちゃったんだけど、みたいな感じの状態なんですよ。どうしたらいいですかね？ちなみに終わりました。どうでしょう？もう、説明するね、お口で。この薄色のこちらで、この涙袋の部分をちょっと薄く描きました。そしたら結構立体感出て超いい感じになりました。アイラインですね。本日は4色用意しました。これ、これです。黒とブルー、緑、白。で、蓋開けて色つけた感じでこんな感じです。結構色も可愛くって春っぽい感じでめちゃめちゃ使いやすいんですけど、先端はすごいなんかふわってしてていい感じなのに、もう1ミリ過ぎた後からすっごい硬いわけだから、太く描きたい人とかはちょっと慎重に描かないと習字の筆みたいになっちゃうから気をつけていただけたらいいんじゃないかなって思いました。緑のアイラインをまずここからここまでを細めに今回は描いてます。二重から白がニョキって生えてるように描いてます。いい感じ？ OK、 伝わってる？伝わってるよね。マスカラがなかったので、今回はズーシーのグリーンをちょっと使ってます。グリーンのマスカラとグリーンのアイラインが同じような色だった、抹茶色っていうんですけど、がめちゃめちゃ同じ色だったんで、よかったら使ってみてほしい。ミニリップ使いました。ウォームレッドっていう色なんですけど、つけたらこんな感じで、で、つけても多分30分ぐらい経過してるんですけど、結構ツヤ感はずっとあるのと、唇荒れるんじゃねとか思ったんですけど、全く今のところ荒れてないのと、パサパサした感じもないです。気になる匂いとかも全然ないので、使いやすいかなって思いました。っていう感じですね。はい。めちゃめちゃ、なんかもう本当に100均クオリティとは思えないぐらいめちゃめちゃ良かった。なんか舐めとったっていうか、絶対100均なんてみたいな感じで思ってた自分もいたんですけど、マジでいい、今回えぐいぐらいいいので、もう本当によかったら買ってみていただけたらいいんじゃないかなと思います。マジでおすすめ。すいませんでした、本当にごめんなさい、ご反省します。はい、それではこちらの動画が良かったなって思う方もいいでしたら、いいね、コメント、チャンネル登録お願いします。以上、もつ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 もちんでした。もいしょー。